はい、おはようございます。ネイチャーフォトグラファーの林です。今日もねちょっといきなりロケからお送りしています。ちょっとねこの辺でさっきまで仕事で撮影してたんで、ちょっとついでにね YouTube も回したいっていうことで、今はね上富良野のフラワーランドって場所に来ています。まだねちょっと花が咲いてないんですけど、向こうの方を見たらルピナスとかがちょっと咲いてるんで、ルピナスとかをねちょっと撮ろうかなと思います。でいつもみたいに綺麗に撮るっていうのもそうなんだけど、今回はちょっとテイストを変えて、この 24mm70mm のレンズで広角と望遠側でどう違うのか、これをねちょっと検証していきたいと思います。 24mm と70mm のレンズって使う人すごく多いですし、まあねその中でも広角と望遠ってまあどう違うのかなっていう質問とかも結構あったんで、今日もねちょっとこのレンズだけで撮っていきたいと思います。じゃあちょっとね向こうにルピナスあるんでちょっとね撮りに行きますね。待って、すげえ量のルピナスなんだけど、一面花畑。今日日曜日なんでね、ちょいちょい人はいるんですけど、まだね開園したばっかりだからそんなに人いないですよね。花畑みたいな。ちょっとねこの辺で撮影していきますね。こんな感じのアングルでいきましょうか。見えるかな、こんな感じ。ちょっと今縦構図でねこう撮りました。これがルピナスで、今これ 24mm なんですけど、まあ、なるべくね空がちょっと知らんじゃってるんで、あんまり空入れずにねちょっとこのルピナスだけで撮りました。ちょっとこんな感じでね24mm と 70mm で分けてちょっと何枚か撮ってきますね。70mm で撮るとねこういう感じで見えるかな、まあ、こういうのをメインにして、後ろはねやっぱちょっとぼかしてあげた方が綺麗なんですよね。今 F5 ぐらいで、シャッター速度が1000、1層は400ぐらいかな。これが今 70mm 側ですね。で24で撮るとこういう感じ、ちょっと全体的に入るんだけど、 F14 までちょっと絞ってパンフォーカスで撮ってます。まあ、そうすると画角の違いもそうだし、奥までピントが来ると同じ被写体なんだけど全然雰囲気が違って見えるんで、やっぱね同じレンズで広角と望遠で試していくっていうのはなかなか面白いですね。しかし本当誰もおらんさっきの人たち帰っちゃったからさ、今自分一人と、あと奥の方に女性が一人か二人だけ。もったいないよね、ほんとこんなに綺麗なのに。あっちの展望台もちょっと行ってみますね。もう一個展望台がある。もう半分観光みたいな感じですけどねでもさっきまでね僕ちゃんと仕事してたんでやっぱこの時期はね景色いいですね。よいしょ、こんな感じ。展望台登んなくても綺麗だよね。よいしょ、まだお花が植わってないけど、ここお花が植わればね絶景ですよ。バーンみたいな。この辺がもうちょっと右手が富良野になるんですよね。ちょっと森で見えないんですけど、向こうが富良野の街中で、この辺が上富良野とか中富良野っていうエリアですね。いかにも北海道みたいな感じで、夏にね観光来る人はここの上富良野フラワーランドおすすめですよ。入場料無料ですしね、お土産屋さんもいっぱいあるんで。
でまたね撮った写真はね帰ったらちゃんと解説しますね。ただ今日はなんか綺麗に撮るっていうよりも24ミリと70ミリの画角の違い、まあみんなはどっちが好みかなっていう感じで撮ったんで、まあなかなかね面白いんじゃないかなと思います。まあ、僕は普段ね70-200 の望遠ばっかり使用するんですけど、まあ景色がそもそも広いからねこの辺は。ただこういう花畑だとか車体が近くにあるようなところ、そういった時は24-70がやっぱり主役になってくるんで、まあね多分みんな絶対買うでしょこのレンズ。なんかそういうちょっと参考になればいいかなって思います。で今更なんだけど、まあ僕が持ってるのはねこのキヤノンの24-70の初期のモデルなんですけど、これでもね全然解像度とかすごいクリアだから、まあ全然問題ないですね。値段も確か6万円ぐらいかなで売ってるんで、すごくねいいレンズなんで、まあもし24-70とか持ってない人いたらおすすめですねこのレンズは。でもうちょっとだけ撮ってから帰ろうかな。普通に寄りだけで撮ってもなかなか可愛く撮れますね。はい、なんかね誰もいなくなっちゃったんで貸し切りになりました。で24-70 の使い方としてはやっぱりね24ミリ側はパンフォーカスで撮るで、70ミリ側は背景ぼかして撮るの方がやっぱね綺麗に撮れますね。まあこういう花畑の場合っていう感じではありますけど、70ってねもうそれだけで結構ね望遠圧縮効果がもうだいぶ始まってるんですよね。だから70でパンフォーカスで行こうと思ったらしっかりと三脚使ってバチバチに絞ってあげないともう結構しんどい。ただ24ミリだったらもう手持ちでバシャバシャパンフォーカスでもいけるんで、そういう被写体を狙っていくといいと思います。またねちょっと帰って解説してきます。ではまた。はい、家に戻ってきました。今日は仕事で撮影した後にちょっと時間が余ったんで撮ったんですけど、ルピナスがね結構綺麗に咲いてましたね。で、あの場所は7月がメインなのと、今年はコロナの影響があったから花を植えるのがなんかだいぶ遅くなっちゃったみたいで、まだ植えてなかったみたいですね。で、今回は綺麗に撮るっていうのもそうなんだけど、それよりも24ミリ側と70ミリ側に分けて撮ったらどちらにどんな効果があるのか、それをお伝えできればいいかなって思います。この24mm70 って、どこのメーカーさんでも必ずこの画角で出しているレンズだし、初めてカメラを買う人はまず買う画角だと思うんですよね。で、 APS-C で言えば18-55とかそのあたりのレンズとほぼ同じです。で、必須と言ってもいいこの画角のレンズでどう違うのか早速見比べていきます。まずこちら、左が 24mm、 右が 70mm、 データはこんな感じです。ちなみに皆さんはどっちが好みですか？この画角とこの場所であれば僕は 70mm 側の方が好きですね。 24mm だと近寄ってルピナスを大きく撮れるから、それが好きっていう人は 24mm でもいいと思うけど、広角になればなるほど隙間が結構空いてきちゃうので、その辺が若干気になるかなっていう感じですね。同じ場所から同じズームレンズで撮っても 24mm と 70mm では結構変わってくるのがわかると思います。で、次こちらの写真、データはこんな感じです。さっきロケの動画の中でも言ったんだけど、広角側と望遠側で撮るコツっていうのがあって、広角はできるだけパンフォーカスで撮る、望遠側はぼかして撮る。で、この場合ぼかしすぎると背景が何かわからなくなっちゃうので、自然にボケるぐらいだからそれぐらいにしていますね。 F2.8 とかでやっちゃうと手前の草とかもボケちゃうし、あんまり良くないですよね。あくまでもメインが赤いルピナス全体であるわけだから、そこにピントが合うぐらいは絞っておいた方がいいです。だからぼかすって言っても F5 ぐらいです。逆に 70mm で
14とか16とか絞るなら、しっかりとカメラを握って撮るか、もしくは三脚を使用する。それぐらいしっかりとやってかないと、シャッター速度が速いからって言って油断すると、結構手ぶれしてくるので、要注意です。で、広角側は周りがたくさん入ってくるので、カメラアングルを少し下に振って、隙間ができないように緑をたくさん入れて撮ったのが注意した点ですね。ここに余分な土とかが入ってしまうと隙間だらけに見えちゃうんで、それをなくしてやると24ミリでもかっこよく撮れます。この2つだったら僕は24ミリの方が好きですね。こんな感じで同じレンズ同じ場所でも24ミリと70ミリ側では結構違うよっていうのが分かってくれたら嬉しいです。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録と、僕の作品はインスタに投稿していますので、綺麗な作品が見たい人は下の概要欄からぜひフォローお願いします。あとオンラインで写真サークルをやってるんで、興味ある人もそれも下の概要欄からぜひご参加ください。それではご視聴ありがとうございました。